2回連続上がった飯田の親ですね。虎が再び3品。この2回の上がりかなり飯田感触を感じてですね。そうですね。ただ今ね、はい、言っとけばよかったかって。あ、そうですか、そこまで思います。うん、これまたチートイツ含みの手ですね。おとなしくシャアから、小島も今回は手は良さそう。土田が伊藤優子も、いいですね、なかなかですね。小島も手は早そうですよね。土田もこれはドラが3品だけに想像には寄せきれないか。これはなんか後半戦、飯田が出てきそうだな。ここで飯田トップもしくは2着だとひょっとしてもトータルでもプラスの世界に、転じますから。飯田出てきそうだな、いやで安藤プロとしては飯田プロにあまり出てきてほしくない、そういうことはないんですか。やっぱりあの飯田金子に出てきてほしいですね。出てきてほしい、はい、それで一緒に戦いたい。そうですね、馬が閉まるか。さあ飯田重ねました。重ねて1個アンクで、ここ数アンクまで狙っていくのかな。ちょっと考えてるでしょうね。自分でも持ってるじゃないですか、俺にも1回ぐらいやらせてもらって。どうも飯田ポンしましたね。もうこれはもう白が、で親満ですからね。これはもう小島もこの手だったら行くでしょう。ああ土田から白が出てポン、これで親満天敗。これはもう上がりだ。リャンワンと9ピン、9ピンもこれもろいきですよ。リャンワンも山に4枚ですね。これアンカンコになってますね。あイーシャンテン小島イーシャンテン、ここさてここがションパ、2枚切れですね。どっちから行くのか。ここもイーシャンテンですね、一通の。どっちからペイから行きたいのか。これは飯田がやはりもう爆発するのか。どうなんだろう。もうちょっとこれ、今いいロビン持ってきてる、これはもうちょっとまだあの飯田が本調子なのかどうなのかというような感じの全員が疑問を持って、土田も白だったですね。そうですね、普通はもうちょっと切れない白だったのかもしれないんですけれども、これでもう飯田が引き上がるようなことがあると、これスピン、イースピン、ね、ドラマたぎで、そうですね、ちょっと怖いなっていう、まだそういうような感じの手にしか飯田の体勢は他の3人には映ってないのか。映ってないですね、これ飯田はどうしましょう。チュンゴ持ってきたら、あ、ここから仕掛けましたね。伊藤仕掛けました。伊藤仕掛けました。この仕掛けがどうか。さあこれで難しい手になってきて、いや、なんだ、難しい手になってきて、差し棒の三種とかいいじゃんね。さて今の泣きで誰がリャンワンキューピンを先に掴むか、それとももう飯田がそのまま引き上がるのか。さあこれでドラドラを引いてドラとサンファンの下、さすが死神、粘ってます。1枚ずつですね、ドラと3は。ああ小島に回った。これはテンパったら小島からこのキューピン出ますね。小島がちょっとずつ体勢悪くしてる。死神の動きで持ってきちゃうっていうね。この小島がキューピンを止めれるようだとすごいですけれどもね。さて小島がこのキューピン、まあ止まらんでしょうね。パーピンを切りましたね。まあ一応ここに土田に、リャンワンが回って、 あと2枚対2枚になりましたね。やはり伊藤にも上がり目はありますね。でも土田と小島が1枚ずつドラを持ってますから、3万あと1枚だけですか。2万を引きました。さて これは、ああ行きましたね。これはもう完全に飯田爆発です。1万です。これは完全にもう飯田復調しましたね。この上がりを見て、この後はね、もうゴシゴシですね。そうですね、
いやー、この何の一曲が何本もまで積まれるか、それも見どころになって。